はい、どうも皆さんこんにちは。開封大好きヨシヒロです。いよいよ8月ですね。で、8月はねマジックの新製品が多分出ないんですよね。まあ統率者は出るんですけど、ただここ最近みたいにね、ずっとその診断発売だとか、その診断のカードプレビューだとかがね、3ヶ月ぐらいやむことなくずっと続いてたんで、ちょっとね、今回はそのエルドレインのねプレビューまでの間、だいぶクールダウン期間になっちゃうんで、その間になんか自分なりのね味だとか、そのコンセプトみたいなの持ってやんないと、その退屈する1ヶ月ぐらいになっちゃうなと思ってるので、なんかね、その思考を凝らしたりしてやっていかなきゃなとは思っております。で、それはさておき、まあ、今回やるのはこの開封ハッスル、この間やったその開封ハッスルでいただいたお土産をね、ただ開封するっていう動画なんですが、もう俺自身ね、こんだけパックあったらね、もう早く剥きたかったんですよ。だからもらってすぐね動画にしたかったんですけど、ちょっとパソコンをね新調したりなんなりでね、だいぶ遅れてしまって申し訳ございませんでした。そう、くれた人の中にはね、あれ一体いつになったら動画になんだよと思った人いるかもしれないですけど、ちょっとお許しください。で、まあどれから向いていこうかな。闘争対戦から向いていくか。やべえな、これちょっとテンション上がんな、マジで。もう欲望の開封がやれるぜ、これで。まあ、ということでね、まあ、今回その欲望にかけましてね、難波金融で南の帝王の主題歌、あれ、なんだっけ、欲望の街を歌いながら開封していきたいと思います。そう、大阪の夜、欲望の渦に、負け犬たちが、弾き出され。さあ、1枚目、お！あー、でもこれドムリか。ドムリ確定かな。まあ日本語絵師っぽいね。でん、ドムリじゃなかった。まあドムリなんだけど日本語じゃなかった。くそ、愚かなやつは優しさの中で全てを捨てて通り過ぎた。さあ出るか。てれれれれれれ、憎しみさえも、これラルしかないよな。握りつぶして俺は心のまま欲にまみれ向いてゆく。なんかフォイルっぽい重さを感じた。ててれれれれれれ、鏡の中。あ、またかよ。待って、ランルそんな連続する。映る顔、それを真実。見果てぬ夢、掴むまで傷ついても。狂った街、輝いてネオン砂漠、それも幻、アラブニカドリーミーナイス。さあ最後、あ、伝説、これもう一個しかないね。ゴルガリの、なんだっけ、あいつ、ダン、あ、ストーレフか。デブカリンのリッチストーレフ、やばいね。デブカリンってなんかスト5の、カリンがデブったみたいな名前でちょっと面白いな。あー、闘争対戦な。水も甘いも知ってるけど、これはね、完全にね、水の方を見てしまった。はい、水の闘争対戦でした。そうね、いきなり俺ね、南の帝王歌ったけどね、南の帝王好きなんですよ。そう、昔大阪にね、いた頃はね、よく吉本見た後に、南の帝王がやってて、で、そうするとね、その新喜劇の人たちが時々出てたりしてて面白いわけですよ。だから別にね、万田銀次郎班にはね、特に何も感じずに見てたけど、まあ、いつの間にかね、銀次郎にね、すごい男気を感じてハマってたっていうのが、まあ、南の帝王ですね。南の帝王おもろいよな、普通に。よくあんな50本も作れたわ。60本くらい作ってんのか。で、モダンホライズン。これはね、あれ連続連続連続が入ってるからね。あ、でもフォイルか。なんだろう。あー、コモンか。くそー、斧か。まあ、これも普通に超強いよな。そのモダホラってことを考えなかったら鬼強い装備品だよな。その2万の装備3でプラ3とすべてのクリーチャータイプになれるっていうのでね、あらゆるシナジーを受けれるっていうので超強いけど、まあ、モダホラ的にはね、うわーこれか。もうこれ1個しかないんじゃない？今ちょっとだけ注目されてる白黒トークンを強化できるやつじゃなかったわ。そうだ、こっちもいたんだ。そうね、左が白だとね、オルゾフと思いがちだけどね、そうじゃないんだよ。アドリウスも左が白なんだよ。で、まあ、これね、不確定な船乗りさんっていうね、まあ、2マナ22で多層全部の部族を持ってて、こいつか、じゃあなたかあなたがコントロールしてるパーマネント1個が、対戦相手の呪文能力の対象になるたんびに1マナ多く払わないとそれを打ち消すと。だからで、これ誘発なんで相手のスペルに対して対応して、その薬瓶から飛んだりしてもね、これは起きないんで、先に置いとく必要があるんですけど、だからね、その先置き品なんで相手のミスは誘えないんだけどね、まあそれでもね、1マナ多く要求するっていうのはとてもいいことなんで、いろんなね、部族デッキに入れていきたいカードの1枚、それが不確定な船乗りさんでした。俺はめっちゃ強いと思ってるよ。次、ラブニカの献身。献身コレクターズバッグ、これやばくないですか？これね、そう、知らない人いるかもしれないからご説明しましょう。なんとね、これ普通だったらレア1枚しか入ってないじゃないですか。なんとレア3枚入り、で、さらにフォイル2枚入り、もう勝者のパック。
ていうことで、まあ、お値段も張るけど内容も超豪華っていうあのコレクターブースターパックです。さらにコモンが1枚も入ってない、アンコモンしか入ってない。だからね、献身のアンコモンってね、そのプテラマンダーはじめね、なかなか優秀なんでね、なんかなんか意外とね、これすごい噛み合いいんですよね、そのアンコモンしか入ってないっていうのが。で、さらに、まあ今ね、絶賛高騰中の繁殖域はね、ハイドロイド混成体も入ってるから、とても楽しみ、とても楽しみ。さあ、ウーズから何でしょう、そこでね、レア3段階あるって超やばいよね。フォイルから来るんだっけ？あ、フォイルからか。フォイルの黒のレアなんだろう。でん、こちら。うわー、王子軍の覚醒が、これはね、ちょっとコントロールにね、ぶっ刺さるカードなんだけどね。まあ、その5マナソーサリーで、お互い全部手札捨てて、で、捨てた分だけトークンが出てくると。だからその構える系のデッキは、その構えるものが全部、その、ゾンビに強制変換させられるっていうことで、まあ、コントロールにね、非常に強いけど、まあ、コントロール絶対こんなん通してくれないから、なんかそこが難しいよね。あと単純に今コントロールが死んでんだよね。そのテフェリーのせいでコントロールっていうアキタイプが死んでるから、コントロールを蘇らしてこれを打つ必要があるからね。ちょっとそれが一手間かかるよね。で、赤のコモン。で、こちら何これ、反逆の行動、よくあるやつだった。よくあるやつだった。3マナでクリーチャー1匹パクってきて短周領事に返すっていうね、まあ遊戯王の心変わりみたいな感じなんですけど、なんだろうな。そう、心変わりと違ってね、コスト払ってるからね、そんな強くはないんだよな。で、あと遊戯王と違ってね、そのサクってなんかクリーチャー出すみたいなね、そういうシステムがないからね、あんまパクってきてもそんな美味しくないけど、そのとどめのね、一打を与えるときに、その相手のクリーチャーどかして、さらにその火力にも変わるっていうのでね。まあ、その前のめりなデッキでは非常に強い。で、来た！もういきなり土地は勝ち組、土地は勝ち組で、これ左白だから、そう、さっきの失敗はしないと。オルゾフも、アゾリウスもこのエキスパンションにあるから、どうだろうな。俺ね、泉な気すんだよな。俺泉パワー持ってるから、泉だった。神聖なる泉、ショックランド。ショックランド、二色土地の中でもね、そのデュアランに次ぐぐらい強いと言われてるショックランド。まあ、その、島か平地のタイプ持ってるんで、そう、カードタイプ島か平地持ってれば、どっちの色も出るっていうのが、まあ、そのマジックの基本ルールであって、だからね、このタップして、その白か青を加えるっていうのが、その中略なんですよね。これ別になくてもルール上成立するんで。で、これは、その出た際に、その2点ライフ支払ってもよくて、で、2点ライフ支払うとアンタップインできて、払わないとそのタップインっていうので、その昔のね、2色土地考えたらね、選択できるそのアンタップイン土地ってめっちゃ強いんですよね。普通に2点ってね、そんなね、めちゃめちゃ痛いわけでもないし、で、しかもまあ、そうじゃないにしてもタップインで次のターンから普通にこれからずっとね、2マナ出せるとか2マナとか2色出せる土地としても強いから、ショックランドは非常に強い。で、次アーティファクトかー、なんだろう、こちら、うわ、ギルドパクトのガラス壁、2マナで多色クリーチャーが全体プライチ修正受けると。だからまあそのあれだな、正常の名誉のその多色を対象にした版で、だから正常の名誉が2マナのことを考えるとこれ強いんだけど、ただそのマルチのカードってもう、その段階で基本的に今あんま1マナではないんですよね。まあその混成の1マナのクリーチャーいるんですけど、だから小壺をいっぱい並べにくいので、そのマルチしかダメってことは、だからマルチがね、その小壺並べづらいっていうコンセプト上、こういうね、横に並べてデカくするっていうカードはちょっと弱いかなっていう感じがするよね。で、最後、うわ、これ分割っぽいわ。分割さ、なんか一度でいいからさ、やった分割だってなるエキスパンション欲しいわ。罪と罰ぐらいだった。罪と罰だったっけ、なんか昔あったやつ。あれぐらいだったわ。強かったの。うわー、なんだこれ。覆滅複製。覆滅の方は2マナで、起動能力が誘発を打ち消せると。なるほど。単純にもみ消しが2マナになってると。で、複製が3マナで、コントロールしてるクリーチャー1匹のコピー出すと。まあ、その、マルチに使えていいよね。本当その、なんか名の通り。クリーチャー増やすのもできるし、相手の妨害もできるしっていうことで、まあ、その、なんだろうな。その、BO1、その、マッチでやらない、マジックにおいては、こういうね、その、全然違う能力を持ってる分割カードっていうのはね、その、プレイの幅を広げられるんで、めちゃめちゃ強いんで、だから今後ね、BO1 が主流になったりすると、こういうね、分割カードがね、なんか一気に価値あるものになるかもしれない。そう、だからね、多分ね、それ意識されて作ってるんだと思うんだよな、この献身の分割カードは。なんか完全に違う系の能力が書いてあったりして、なんかよくわかんないコンセプトだなと思ったけど、まあそういうね、その BO1 の相手のデッキに対応して、なんか使う方を変えるっていうようなのが多分コンセプトになってるんじゃないだろうか。それが、この献身の分割カード。だ今後もあるのかもしれないし、ないのかもしれない。ただ、BO1 が主流になるんだったら、なんかマイエキスパンション入れてほしいカードではあるよね。そう、1回戦しかやれないんだったらね、サイドボードが組めない分、ああいうのでね、そのプレイの幅を広げていきたい。で、次、基本セットからの緑のコモンテン、こちら、うわ、懐かしい、テイロスからの再録。
すげえ草のサソリだ。1マナ11摂取。だから1マナ11で、まあ何とでも交換できると。どんなでかいやつとでも11交換取れると。リミテでは非常に強い。で、黒い R の、なんだろう、パワータフネス、ありか。00、あ、デーモンか。パルモデーモン、クモンのゴンゲ。ゴンゲーさんはね、まあ、3マナ00で、普通に出すと死んじゃうんだけど、墓地にある土地でないカードの異なるマナコスト1種類につきプライチカウンターが1個置かれた状態で出ると。で、これ土地選べないんだよね。土地選べたらね、全然良かったんだけどな。まあ、それでもあんま変わんないけどな。まあ、だから、まあ、で、この異なるマナコストっていうのは、この黒と無色2と、まあ、黒2と無色1の3マナは違う扱いでやるっていう風に書いてあるんで、まあ、結構サイズはね、伸ばせそうではあるんだけど、伸ばせそうではあるけどね、土地カウントできないとね、ちょっとやっぱそのサイズが一回り下がっちゃうなっていうのが残念なポイントなので、あった、これ、なんか結構強い夏の戸張さん。夏の戸張さん引けたら十分じゃない。クモンのゴンゲなで、あとその墓地がね、消えてると、もう出したら即死んじゃうんで、そのタルモみたいに墓地消されてる状態でも出しといて、なんかその墓地消す要因を飛ばした後にサイズが上がっていくみたいなこともできないからね。なんかもう墓地対策で完全にその出せなくなるのもね、ちょっと弱いところっちゃ弱いところだよな。まあ、コンセプトは好きなんだけどな。ちゃんとタルモと違ってね、回避能力を持ってるからね、なんかそこも非常に評価したいポイントではあるけど、ちょっとね、まあただスタンだったらね、ワンチャンあるような感じもするんだよな。ちょっといつか活躍してほしいなっての期待する一枚で、次の緑のフォイル、そう、フォイルがね、引きやすくなってんだよね、このエキスパンションは。ダン、こちら。おぉ、シルバーバックの不死。5マナ54トランプル。で、死んだらワンドロー。なんかもうほんとコモンとは思えないよね。めっちゃアンコモンっぽいわ。で、来た！俺ね、あいつが引きたい。オムナス引きたいんだよ。別にオムナス使いたいとかじゃなくて、オムナスを、引いたことがないから、オムナス欲しい。また、俺こいつ本当に引くな。神話レアとは思えないから引くわ、キシスさん。キシス、俺4枚持ってると思う、これで。3マナ34の伝説のクリーチャーで、伝説のスペルのコストが1減ると。で、変な起動能力あって、墓地から伝説のカードを2枚追放すると、ターン終了時まで、墓地にあるすべての伝説のカードが墓地から唱えれるよっていう能力を得ると。はい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 。で、これね、結構落とし穴なんですよね。この起動能力を使うと、墓地にあるやつがそれを得るだけで、墓地にあるカードを唱えられるようになるわけじゃないので、その唱えたカードがまた墓地行ったりしても、そいつ唱えられないんですよね。だからなんかあれ、オパモとかを、なんか連続で使い回せんじゃんみたいな。その、てか単純話、オパモ無限ループできるじゃんみたいなのが、実はできないっていうね。ちゃんと考えられたカードだった。3マナ34っていうサイズがね、うまいこと使えれば、ちょっとあるかもしんないけど、まあ、そうだな。一応その3ターン目に出れるね、このサイズで、まあこの能力はね、なんかちょっと使いたい気はするけど、ちょっとな。まあ、あと、アブザンカラーっていうカラーはね、結構強いから、なんかそういうミッドレンジ、なんか、アブザミッドレンジみたいなの出た時に1枚だけ刺しとくみたいな使い方は結構するかもしんないね。はい、で次。ただね、コスト、起動コストがね、伝説2枚追放だからね、伝説2枚追放が払えないよな。で、こっち、おお、こっちか、絶望を届けに来たってやつだ。夜の騎兵、5マナ4号、ハンコンで、これハンコンなんだ、結構強いな。で、戦場出た時に他のクリーチャーサクってもいいと。で、サクったら対戦相手のコントロールしてるクリーチャー1体破壊すると。はん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 。なるほどね。で、こいつが死んだ時に墓地から見た、マナコスト3以下を1匹釣ってくると、すげえアドだな、これ。だこれでサクったやつ、最後帰ってくるっていうので、まあ普通に5マナ4号に、その、CIP にクリーチャー破壊がついてるって考えたら、全然悪くないし、で、その釣ってきた時にね、それで CIP がもう一回なんかその3マナのクリーチャーで使えたら、さらにいいしっていうので、まあその神話レアらしいね、豪快な能力だけどね。豪快だけど、今んとこまだ使わないかな。ただまあ、これこそね、ザ・ミッドレンジみたいなカードだからね、そのケシスと一緒にね、使いたいカードであるかもしれない。ただ別にケシスと何らシナジるところはないという、とても悲しい。で、次、マジック、基本セット2010開封。ゾンビトークンからの、土地からの、いけ。あ、土地。左緑だから、あれ左緑って何？緑の対応、あ、緑青か。あれか、神秘の神殿か。神秘の神殿。まあ、とりあえず、神秘の神殿ね。まあ、腐ってもね、その戦術土地で、まあ、2色出るんで、で、今後ね、その基本セットが向かれなくなった時とかに、まあ、2色土地はね、絶対使うんで、まあ、その時に値段がね、ガッて上がるかもしれないからね。ちゃんとね、みんな、2色土地は揃えておこう。これね、オルトの約束。で、次。結構あるな、基本セット。まだ3パックある。基本セット2020の欲しいカードってね、俺なんかあったっけ？だから、オムナスを引きたいのと、チャンドラなんだよな。そう、チャンドラはね、ちょっととりあえず持っておきたい。あ、フォイル！なんかあるかな？いいの。アンコモン。
ったん、こちら。あー、いいじゃん、アソセのフォイル。これね、めちゃめちゃドアドカードなんですよ。こいつまずね、3マナ11ってね、そのマナコストに対して体は貧弱なんですけど、あの能力がね、めちゃめちゃ豪快で、こいつが出るか他のエレメンタルが出るたんびに、ライブラリートップ見て、土地だったらそのまま出せると。で、土地じゃないにしてもそのドローできるとっていうので、もうそのドローの加速っぷりが半端じゃない。まずこいつが出ただけでもこれが誘発するし、で、こっからね、毎ターン毎ターンエレメンタルが出てくるようだったら、そのもうボブを超えたね、なんつうの、アド装置になるからね。で、次、神殿。赤い神殿。赤白か。外星の神殿。外星の神殿はね、なんか結構イラスト俺好きになってるんですよね。なんか前のなんつうんだろう、なんか銅像が真ん中に1個立ってただけなんですけど、なんと銅像がね、6個ぐらいある。銅像がめっちゃ増えてる。それだけでも嬉しい。で、さらになんかこの神殿のね、柱とかもね、すごい細かく描かれてて、なんか見てて暇しないカードだなっていうので、外星の神殿はね、結構イラストが好きになっております。気になるよね。早いデッキがね、流星してきたらね、このもう一回のタップに超痛いし、逆にもうトロ臭い環境だったらもうこんなこと超どうでもいいやってなるから、環境次第だよね。で、次、兵士からの、黒い、フォイルかな？あ、フォイルか。フォイルのなんだろう。You, then, こちら、おー、骨の血。骨の血はね、これ結構強いリアにカードで、まあ、4マナソーサリーで追加コストがいるんですよね。4マナプラスクリーチャーサクリーが必要なので、まあ、結構コストが重いんですけど、まあ、能力も豪快で、クリーチャー1匹釣ってきた後に、墓地からクリーチャー1匹ハンドに戻せるっていうので、で、これ何が強いかって、対象を取らないんですよね。だからその普通のリアニ系のカードって、こいつを選んで場に戻しますってやるんで、じゃあ選んだこいつを追放しますみたいなのをやられると、その呪文が断ち切れちゃうので、その、すごいね、リアニカードの弱点みたいなのがあるんですけど、これね、選ばないんで、解決するときに、その好きなカードをその2枚選んで、まあ、ハンド回収と場に出すのをやるんで、あとね、だからね、この追加コストでサクったやつも出せるわけですよね。その対象を選んでから打つわけじゃないんで、そのマジックのカードって普通対象を選んで打つので、なんかその、なんつうんだろうな、蘇らせるカードがないとこういうの打てないんですけど、これはね、対象を選ばずに打つんで、そのサクったやつをそのまま出すっていうのもできるので、だからそれでね、その戦場出た時の能力とかも使い回せるのでね、結構強い。で、次が緑。緑はね、あれがある。騎兵がある。あるか。でも44がいる。あ、違う、54か。トリケラトプス。トリケラトプス。これもいいよね。これも超強いカード。まず4マナ54。まずその緑のね、クリーチャーが強いっていうのをね、ちゃんと体現したカードで、さらに打ち消されないと。なんか青へのヘイトが非常に高い。で、さらにプロテクションアウト。青へのヘイトがとにかく高い。青へのヘイトが高すぎるだろ、こいつ。で、さらに1マナ起動で、こいつ速攻か、トランプルか、到達か。とにかく青へのヘイトが高すぎる。だから速攻っていうのはね、まあ、その、一ターンかけずに殴りに行けるんで、その、なんか守る系のデッキに対してめちゃめちゃ有効で、で、さらに到達はね、その、飛行をま、止めることができて、青への牽制として非常に強力。とにかく青に強い恐竜、トリケラトプスって、ケラトプスさんでした。俺が結構好きなクリーチャーよ。今後もね、まあ、だいぶ活躍することは間違いないよね。で、さらにプロテクション青なんで、そのね、青絡みのね、マルチのプレインズウォーカーからも耐性があるからね、まあ、今で言うととにかくテフェリーに対して強い。それがケラトプスさんでした。最後なんだろう、なんかね、基本セットね、やっぱね、弱いけどね、なんか楽しいんだよ。なんかマジックを向いてるって感じがしてね、すごい俺は好きよ。なんかわかるかな、この気持ち。で、最後はなんだ、あー、光ってない黒か。光ってない黒でパワータフネスはない。あ、あるか。なんだこれ、てん、こっち。うおー、また来た。お前かぶるか。クモンゲが。クモンゲかぶっちゃったよ。はい、ということで、楽しいパック開封でした。で、パック開封の次はこちら、オリパーみたいなのをいただいたんで、それの開封ですね。でね、1枚はね、もうこれ分かってんすよね。なんとこれを直接くれたっていう、起源のフォイル。懐かしいよね。これ、ジャッジメントをやってた人だったらね、もうみんな知ってる。めちゃめちゃね、緑のクリーチャーとは思えないぐらいね、なんかやらしいことしてくるんだよな。そう、こいつね、普通に使うと、インカネーションっていうクリーチャータイプは、その墓地にいる時に能力を持つっていう感じの、まあ、コンセプトなんですけど、こいつの場合は、アップキープ開始時にこいつが墓地にあると、3マナ払うと、そのクリーチャーカードを回収できるっていうね、なんかその緑らしい、なんかいくらやられても次から次へと立ち向かっていくぜみたいなね、その緑らしいなんか元気な感じがあるんですけど、そうじゃないんだよね、こいつの使い方は。独房監禁っていうね、すごい変なカードでもうロックするために使うっていう、なんか全然イメージとはね、かけ離れた使われ方してて、まあそれが今回モダホラでもね、再録されたっていうことで、なんか懐かしさをね、体感できるカードの一枚で、まあなんだろうな、当時を知らない人は、おなんか緑らしくて元気のいいカードじゃないかみたいに思うかもしんないけど、当時を知ってる人はね、もう本当にね、マジモのクソカードだった。もうこいつがあるからね、独房監禁のコストが永久に払えるというね、なかなか終わってた。で、これがね、これね、なんかね、高いもんじゃないらしいけど、俺が欲してるものが入ってると言ってたからね、ちょっとそれがね、気になるよね。俺が欲してるもんってなんだよ。
俺が欲してるものはね、もう大体ね、綺麗なお姉さんに限ってんね。はい。おー、来た！すごい！ドンピシャ！ナーセット！ナーセットの日号！うお、美しい！美少女戦士ナーセット手に入った。これ、いいよね。そう、アンコモンの分際とか言わないけど、その。はい。で、こちらがね、まあ、美少女戦士ナーセットですね。皆さんご存知でしょうか。まあ、スタンからヴィンテージまで使われてるめちゃめちゃ強いカードで、しかもね、イラストアートもやばいっていうことで、もうとにかくね、高くなる要素がね、尽きないカードの1枚で、でも、アンコモンの分際、そのスタンのアンコモンなのに、もうお店で買ったらね、1200円相当するすごい高いカードで、で、さらにね、これが光ると、もうその3万とかね、しちゃうっていうやばいカードの1枚です。で、もうそのヴィンテージでもね、強いっていうことは、そのヴィンテージなんかは、100万のカードとかを買う人たちがやってる環境なんで、全然3万とかね、バシバシ払っちゃうわけですよ。っていうことで、こいつのホイールはね、もしかしたらまだまだ高くなるのかもしれないっていうのがね、ちょっと期待のポイントですね。やばいよね、アンコモンのホイールで3万とかさ。で、こちらはね、まあ、まあ、いただいて、まあ、いいものが入ってるらしいんですけど、なんかお土産開封で満足できなかった時に向いてくれみたいに言われたんで、だから、ちょっと最後に回そうかな。だから先にこれを行こう。これなんだろうな、一番、もらったものの中で分厚いから、なんかテンション上がるよね。何が入ってるでしょうか。あ、パックっぽい。ちょっと待って、俺ね、毎回これはね、見ないで、手の感じでね、当てるのが好きなんだよな。え、何これ？待って、この色さ、俺見たことあるんだけど思い出せない。なんだこれ。でも比較的新しい。なんだろう、コンスピラシーかな、断固。あー、闘争大戦か。なんでそれ知ってるよ。それは知ってるよ、闘争大戦は。これなんだろうな。これ独特な、あれだよね。その、宝トミー感溢れるやつで。まだここじゃわかんねえな。何これ。神側かな。神側、9歳。待って待って、9歳って何番目？物語、9歳、謀反だっけ。そうだね、実手が入ってるやつか。お、やった、じってもらった。では、嬉しいね。で、次。てってて、てれて。何これ、プロフェシーじゃない？もうなんか、やべえ香りがするんだけど、プロフェシーじゃない？これ。あ、待って、あー、アイスエイジだ。懐かしい。アイスエイジだ。これの一個先にはアライアンスがあって、放送ビルがある。あー、アイスエイジ懐かしい。で、まだある。何これ。これ、イクサラの総国じゃない？うわ、総国、懐かしい。これ以上かな。総国なんか欲しいもんあるかな？あれば、ちょっと願って向きたいけど、なんかあるかな？トカートリ、あ、違うわ。うわー！なんだっけこれ。あれか、ロードか。3マナで、その全体プライチと、あとその昇殿達成した時にさらになんか追加で得るみたいなやつか。ごめん、ちょっとこれ覚えてないわ。で、あとどっちか。でーん、こちら。あ、これでもトレジャーね、ちょっとありがてえわ。そのトレジャー俺足りなかったんだよ。だからその宝物がね、ただこれ出したらもう何ですかって言われそうなぐらい何語かわかんねえもんな、これ。かなーって書いてあるけど。まあ、闘争対戦から行こうかな。闘争対戦、始まる。闘争対戦の、そう、闘争対戦はね、その、ナーセットがいるからレアが外れても、まだ、そうそう、ここで緑の伝説何いたっけ？伝説の緑ってなんだっけ？え、闘争対戦の伝説の緑って何いた？あれかロナスか。はいはい、神様だ。そう、ボーラスにね、こんな無残な姿にされて連れてこられた永遠神ロナス様です。これまだプリンズウォーカーがいるから、あー、これなんだ？黒か。ダン、こちら。あー、ブラスカか。しかもあれか。米版ブラスカか。そう、ブラスカね、日語だとすげえ可愛いんだけどね。ちょっとこれだとね。ブラスカはね、俺結構かっこいいクリーチャーだと思ってるから、そのイクサラのブラスカとか好きなんだけどね。こうなんかドレスみたいに着てると、わーってなっちゃうから、ちょっとそこがね、複雑だよね。ブラスカとロナスだった。ブラロナスだった。アイスイージはね、もう絶版してるけどね、意外と高いカードないんだよな。なんかあったなぁ。ダメランがあるぐらいじゃない、マジで。ちょっとじゃあダメラン目指して向いていきたいな。あと、ま、ネクロポーテンツはちょっと欲しいね。せっかくだし。ちょっと待って、これ匂い。これね。うわぁ！くっせぇ！ちょっと待って。これね、匂いがマジやべえよ。なんかね、マスタードみたいな匂いするんだよね。でね、アイスエイジのカード俺そんな知らないんだよね。なんか知ってるカードあるといいけどな。あ、これ懐かしいな。これめっちゃ絵綺麗だな。しかもなんかね、胸がね、絶妙に強調されてて、なんか全然そのやらしい意味じゃなくて、触ってみたくなるようなね、そういう質感を感じさせる、
エロスピリットだった。で、これはなんか、なんすげえな。なんかシンボルがめっちゃ書かれまくってる。あ、なにこれ、めっちゃ可愛い。癒し系のキツネさんかな。フォックス書いてあるわ。サモンフォックス。ニンニになるよみたいな、そんな感じかな。これも知らねえな。これクマじゃん。これはあの完全なる、名前は違うけど灰色グマじゃん。灰色、お、カンスペ、アイスエイジのカンスペ、懐かしい。これこんな綺麗な状態なのはちょっと価値あるな。なんかパウパーかなんかで使おうかな。うわ、懐かしいな。これすげえな、イラスト。なんかマジックっぽくない。でもなんかちょっとマジックに必要な感じのイラストな気がする。なんか今のマジックに失われてしまった、なんかあの大事なものを感じさせてくれる。で、一、あれか、シェイド能力持ってると。これ、シーズン力結構強いな。その終盤、まだ全部ここに注げるからね。で、うわぁ、なんかこれ、顔がやべえんだけど、顔がなんか3回見たら死ねえみたいになってるけど、なんだろう、これ2マナでターゲットクリーチャーゲインフライング。これ飛行すんの？なんかバウンスされそうなんだけど。って、ちょっと髪合い悪いな。で、次、ストーンレインじゃん。懐かしいね。もうランドを破壊すると。これね、そのランド破壊ってね、結構基本地形が破壊できないみたいなのが多いんだけど、まあ、その赤のね、弱い土地破壊は基本地形もいけるんですよね。だからその廃墟の地みたいなのって、なんか強いランド破壊は大体特殊地形しかいけないんですけど、もうこれはね、有無を言わさず何でも破壊できると。だからまあ、なんだろうな、そのフェッチからね、基本地形持ってくると安全っていうのはね、まあ、どのフォーマットでもね、よくあることなんだけど、それすらもね、破壊できるストーンレインはね、ちょっと強いかもしれない。で、これなんかイラストいいな、これ。アタッキングクリーチャーのダメージをゼロにできるんだ。だからその、突撃特攻みたいなのしても、それで死なないようにさせれると。ほうほう。で、こいつなんかすげえな。大好き、ゼロマナ起動がある。ゼロマナ起動があるカードはね、もうみんな大好きだから、サクリファイス、こいつを、ウォール、トゥ、あ、なるほどね。サクルと赤2マナ出せると、やべえ、ブラックロータスなんだけど、1マナかかってるけど。でも1マナかかってゼロさんのブラックロータス悪くないじゃん。で、プレイディスアビリティ、なるほどね。その、インタラプトとして扱うと。なんかインスタントよりも早く2マナ出るよと。で、1マナ起動でサクリファイス、ウォール、はず。あー、なるほど。ゼロマナ起動、これちょっと強いね。ゼロマナで、その赤2マナ出せて、赤マナで、その、ブロック、ターゲットクリーチャー、いつブロック、ブロックしてるクリーチャーに2点与えられると、結構すごいな。まあ、これ絶対暗黒も以上だよ。なんかレアっぽい能力持ってるよね。で、次。で、何これ、3マナ22でタップすると、ゼミファイツ、ワンダメージ。すげえ。1点ティーム持ってる。だこいつが接種持ったらもう破壊放題だ。あ、でもサクってか。なるほどね。はいはいはい。あー、それ落とし穴あったか。で、これ多分最後レアかな。なんだろうこれ。なんかでも絵かっこいいな。これ足が短いの？これどうなってんの？なんかちょっとイラストがコミカルなのか、なんか向きがおかしいのか、これが足じゃないのかどっかわかんないけど。2マナ11で、サクリファイスクリーチャーと、ゲインターゲットクリーチャー。あ、なるほど。クリーチャーサクってどっかにプラニ修正と飛行を与えんの？あ、飛行を与えないか。あー。へー、強いね。で、3マナでサクリファイスはクリーチャーと、カウンターターゲット3、強っ！こいつ強えな。こいつ絶対レアだわ。まあ、クリーチャーサクると、まあ、どっかにプラニ修正与えれて、で、さらに3マナでクリーチャーサクると、本質の産卵ができると。永久に本質の産卵ができると。だからそのトークンね、雑魚でもいいから毎ターン出せる装置さえあれば、もうこいつはね、永久カンスペマンだから。やばい。めっちゃ強いカードが手に入った。ただ絶対高くはない。で、最後に救済を見ていこう。神川救済からじって出せたらいいよな。あと、単純に言えば日本語の救済いいよね。神川系のカードって、光るとむちゃくちゃ高くなるのが多いんですよ。だから神川のこのブースターのね、日本語ってもそれだけでね、割とテンション高くなるところではあるんだよね。はい、行こう。匂い嗅ごう。あー、懐かしい！この匂い！俺ね、実はね、この頃一番好きかもしんねえな。これいつからこの匂いなんだろうな。ミラーディンぐらいからこの香りな気がするんだよな。いや、違うな。これね、多分オデッセイぐらいから、これでちょっとずつ変わってきてんだよな。なんかわかるかなこの気持ちが。で、沖縄神社の夜景。5マナ43と。はあ、ははあ、これも超日本っぽいな。手札のカードが、あ、マジで。ハンドの枚数は相手より多かっただけで、76になれんの。やべえな。降臨のワーム殺しに行くぜ、みたいな感じになってんだけど。で、次、あれ来る鬼の奴隷。あれ来るってお前奴隷かよ。やべえな。ちょっとこれ、なんか名前オチになってない。あれ来る鬼の奴隷って。お前、それで奴隷かよ。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、なるほどね。そう、2マナ33っていうね、まぁ、あ、行かれた歴史を持ってるけど、出た時にデーモンがいたら3点失うし、かといって、こいつが死んだ時にデーモンがいなかったら3点食らうっていう。なんだよ、この天の弱。使いづら。知恵の怯え。あー、おー、なんかすげえな、これ。なんか超バカでかいやべえモンスターが、なんかこんな、
華奢なお姉さんにビビってるっていう。俺の手札の枚数分まだ払わないといけないから、だから俺がちゃんと手札をいっぱい持ってれば、たったの1万で平和な心ができると、って感じだな。そんな手札持ったら絶対他のやつに殺されちゃうよって感じするけど。で、止まらぬ発想、2万で、秘技、3ドローと、あ、3ディスカードと、信仰なき物あさりって強えなって思うだけだな。で、次、引き裂くって言った。3マナでインスタント引きで、アーティファクトがエンチャント破壊すると、何それ強いじゃん。で、手札に見たマナコストが、あー、なるほどね。はい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 。だからその3マナで、キャントリ付き機械なんだけど、俺のハンドの枚数以下のマナコストでないと、その割れないから、しかもだから対象に取れるから、そのキャストした後にハンデスとか食らって、はい、マナコスト、以上になりました、とかやったらね、破壊ができねえと。ただ、立ち切るわけじゃないからワンドローは必ずできると。これ結構いいカードだな。なるほどね。と、地味。手札の上限が1少なくなる。やば。超地味。で、キツネの骨継ぎ3マナ01でタップして、プリベントダメージと。はははは。で、次、ひらめき機は1マナ11速攻と。なんだよ、これ。ハンド戻るんかい。ま、ただ、これ悪いことばっかりじゃないですよね。そのコントロール系のその除去とかを使ってくるデッキには、なかなかいい動きして、そうだよね。相手のターンに、その除去が効かないっていうことは、そのプリンズウォーカーとかのね、そういう起動能力で処理されづらくなるというので、まあ、コントロールにはいいカードで、次からアンコモンか。で、こいつシンプルイズベスト、4マナ4号とね、列車がやばいけど、ブロックに参加できないと。だからもう殴るしかできないと。まあ、リミテだったら結構強いよね。4ターン目にこれ出てきて殴ってきたら、そうそう止めらんないからね。で、次、大なぎなた。大なぎなたが合ってるか。で、1マナで、パワー3以上にしか装備できないけど、たったの2マナで装備できて、プラ3、プラ0とトランプルと。これいいな。これリミテでめっちゃ強いね。1ターン目にこんなん出てきたらもう相手も怯えるよな。ヒーってなるよな。しかも別にエクイップするときに3になってればいいだけだから。そうだよね。なんかパンプかなんかして無理やりその11とかに持たしたらもうずっと持ってるからね。強い。で、最後、アンコモン。信頼ある相談役。こいつは信頼できそうだな。こっち GG の方だよな。こいつはただのバカみたいな感じだけど。で、1マナ12で手札の上限は2多くなる。地味。そんなハンド持ってねえよ。で、アップキープ開始時にコントロールする青のクリーチャーいったよって。マジで？なんだよ、このクソデカデメリット。でも、神側のね、システムそんな知らないから、もしかしたら上限2多くなるっていうのは強いのかもしれないし、なんか毎ターン青のクリーチャー戻すっていうのも強いのかもしれない。ちょっとそこわかんないわ。で、最後。レア！アーティファクトがいいな！あれ、しかも今更だけどさ、これあれじゃん。実手じゃねえじゃん。最後じゃん、9歳って。あ、そうだよな。9歳最後だから、じゃ、なくね。あれか、おぼろがあるわ。雲のなんとか。あ、網取りか。もみよりちょっと終わりじゃないかな。さあ、レアなんでしょう、こちら。おお、懐かしい嵐じゃないか。空を引き裂くもの嵐。これスタンで結構高いカードだったんだよ。まず5マナ55なんですよね。だからまず5マナ55っていうレシオが、当時のサイズとしては普通に強くて、まあその代わりだから伝説だからね、その横にはいっぱい並べられないから、そのレシオがいいっていうのと、やっぱその噛み合いが悪いけど、まあ起動能力も非常に強くて、そのミド X をタップでそのハリケーンが打てるんですよね。で、さらにこれ、根力っていうね、ハンドからこれ捨てて、その、普通にその、インスタントみたいにして使うこともできるっていうので、しかもこれね、起動型能力なんでカウンターもされずに、そのフライヤーをね、まあ一気に殺しまくれるっていうので、なんだろう、何に強いんだろう。あれか、メロクとかに強いのかな。あと単純にバッパラとかをね、速攻したりもできるんで、めちゃめちゃいいカードだった。普通に嵐ちょっといいよ。なんか EDH とかで結構使えるかもしんない。最後、そう、結構満足だけどね、満足できなかったという体でこれを向いていこう。なんか満足できなかったら、こいつが満足させてくれるとおっしゃってたから、そんなやべえもんだったらね、ぜひとも向きたいじゃないか。さあ、緑の、これね、すげえ今、呪詛の実の香りがしたんだけど、そんなわけない。うわ、違う、緑の、何これ、モダホラだよな。モダホラ1のレア、火星の力、おー、いいカード。これ、ヴィンテージで鬼強だから。そのヴィンテージでね、モックス割り放題。そうだよね。エンチャントがアーティファクトを最大2個対象だもんな。めっちゃ強い。だからフォースオービルなんかもういらない。これで割ってればいいから。青い。あ、なるほど。あ、そういうことね。あ、これなんと簡略化されたモダホラ1パック分がここに収録されてると。いいね。活性の力はね、4枚持っておきたかったからね。非常に助かる。嬉しい。活性の力ありがて。で、こちら。お美しい大天使かなんか天使が描かれてる。こちらは何でしょう。こちらも同じく多分モダホラかな、モダホラセットかな。あれ光ってる。あれ、あ、違う、新枠か。新枠の闘争大戦の古文の何日って知らないよ、こんなカード。
知ってたわ。よくあのリミテッド使うやつが3021飛行で、まあその終盤速攻あたりですぐ殴りに行くこともできるっていうフリーチャー。まあタフ1もそんなデメリットじゃないと。で次、こちらがなんだ、おお待って、ない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 、プレインズウォーカー青じゃん、プレインズウォーカー青のホイールじゃん、何ナーセットのホイール、カミチェイスのホイール、そんなわけはないが、なんだろう、アンコモンの、ちょっと待って、これあれじゃね、アンコモンの青のさ、あのあれじゃね、ナーセットのあれだ、ナーセットのそのこれやばいよな、顔面格差社会って別にどっちが美しいとかさないけどさ、明らかにオタクに受けるのと、なんだこれはみたいな感じの、でもこれでも高いんだよ、すごい、さっきも言ったようにね、ヴィンテージ強いカードだからね、全然これでもね、2,3000円するかもしれないぐらいの高価なカードだからね、いや、ありがとうございます、ナーセットだ。俺、ちなみに、これ、ナーセットに関してはね、いや、これめちゃめちゃ可愛くて、そう、なんかもう太ももとかもね、その、ペロペロしたい気持ちはわかるんだけど、なんか、応用作物のナーセットっていう、ね、名前が好きなんで、だからね、その応用咲いてる感はね、絶対こっちの方があるからね。だからね、このポージングでこのイラストだったらなんかもっと好きだっただろうなっていう気がするな。やばいな、セットが、日米ともの、に揃った、なんか共演してる、素晴らしい。はい、ということで、まあ、今日の開封はね、すごい綺麗に閉まったところで終えたいと思います。またね、開封ハッスルね、第2回もやりたいと思ってるんで、よかったら来てみてください。まあ、今回ね、だいぶ駆け足の開封になったけどね、ちょっと次からね、時間考えて向こう。こんだけの数を向いたら、こういう時間かかるってことが、もうようやく分かったわけだからね。じゃあ、それをね、次に活かして、そのフィードバックをちゃんとして、開封動画を撮っていこうと思います。